皆さんこんにちは、鳥羽翔です。今回はですね、東工大一橋大の二強に割って入る存在が現れるということで、有名企業400社への、実就職ランキングについて、アップデート版をね、紹介してみたいと思います。今回ね、Yahoo ニュースの記事なんですけれども、もともとね、東洋経済オンラインさんで、この有名企業400社への、実就職ランキングっていうのを出してらっしゃるんですが、まあ、実は、これ僕ですね、先日、ちょっとね、大学関係のイベントに、出た時にですね、大学通信さんの、方とお話をさせていただきまして、で大学通信さんで実はねこれ集計しているということなので、大学通信さんにもね、いつもねこういうデータを出してくださってありがとうございますということをね、お伝えしておきたいと思います。では早速記事に参りましょう。18歳人口が急減する日本では、私立大の半数以上が定員割れで赤字も、4割に達すると。一方、研究成果の社会還元など大学の新たな役割も期待されている。ではそんな中、勝ち組となる本当に強い大学はどこかということですね。で、有名企業への就職が最良の進路選択というわけではない。まあ、もちろんね、いろんなね研究するとか、専門職に就くとかもありますけどね。ただ高いハードルを超え、多くの学生が就職することは大学の実力を測る一つの指標になる。そうなんです。別に僕らはね、この指標だけを見て大学を序列化したいんじゃなくて、一個の参考値として参考になるよねっていうことを伝えたいわけですね。また学生が就職に直結する各種の資格取得を目指す大学において、資格試験の合格状況も大学の実力を示す指標になると。でここでは有名企業および専門職の就職状況から大学の実力を検証していこうということですね。まず有名企業の就職状況全般について、有名企業400社への実就職ランキングを見ておこうと。当ランキングは長らく、一橋大学と東京工業大学という社会科学系と理工系のトップ大学が1位と2位を分け合っていた。だがこの構図が2023年3月卒で変わったということなんですね。トヨタ自動車が、社会貢献事業の一環として設立したトヨタ工業大学が1位となった。ね、これはまあ豊田工業をね、いつも動画で扱っててよかったなと思いましたけどね。私立大ながら国公立大並みの学費で優秀な学生が集まる同大学は、前年の実就職率を 16.3 ポイント上回り、3位から順位を上げた。卒業生が132人と少ないことが有利に働く面もあるが、トヨタ自動車11人、トヨタ自動織機が5人、愛信、豊田合成、ダイキン工業が各3人など、自動車関連中心のトップ企業に多くの学生が就職している。前年1位の座を豊田工業大に譲ったが、2位の一橋大は例年通りの安定した就職状況を維持。就職者が多い企業は三木谷氏が創業した楽天グループと、あとは大和証券が125人、 EY ストラテジー&コンサルティングが15人、明治安田生命保険が13人など。3位の東京工業大学はソニーセミコンダクターソリューションズ31人、日立製作所29人、NTT データとソニーに各25人などが上位を占めると。比較的学部の少ない大学がトップ3を占める中、4位は総合大学の慶應義塾大学が7805人と多くの卒業生を輩出する。そのうち2891人が有名企業に就職し、 44.2% と高い実就職率となっている。有名企業の就職者数に注目すると、最多は10位の早稲田大学の3266人で、就職者が多い企業は NTT データ101名、楽天グループ93人、富士通が82人などと。次の順位は、先ほど申し上げた2891人の、慶應義塾大学で、さらにその次が23位の明治大学1833人で、18位の、同志社大学1701人、そして24位の東京大学が1491人が続くということですね。情報化社会が進み、 DX 人材の不足から理工系大学が強く、先ほど出てきた、豊田工業大学や東京工業大学、まあ、東京科学大学に変わりますけどね、こういったところをはじめ、名古屋工業が5位、東京理科大が6位、電通大が7位、旧工大が8位と、ベスト10のうち6大学を占めているということでございました。はい、まあ、記事の引用以上なんですけれども、いかがですかね。やっぱり理工系の大学がめちゃくちゃ強くなってきているなという印象がございます。はい、そもそもまず1位ね、豊田工業、まあ、ここはもうね、再び触れる必要がないぐらい、まあ、知名度あると思うんですけれども、まあ、その次以降もですね、まあ、東工大はもちろん強いですね。まあ、今後ね、東京科学大にはなりますけれども、まあ、強いことは変わらないと。であとは名古屋工業ね、ここも強い、5位ですよ。あとは理科大もね、
まあ、6位ですけれども、まあ、理科大って研究行く人もいるんでね、そんな中で6位をねキープしているのもやっぱり強いなという感覚があります。あとはね、まあ、僕が大好きな電通大、まあ、ここがね7位ということで、やっぱり、ね、実力をねしっかりと示してくださっているなというところではございますね。であとは8位にね旧工大ということで、まあ、ちょっと関東圏の方だと九州工業大学はあんまりね馴染みがないかなっていう気もするんですけど、まあ、非常にいい大学かなというふうには思いますし、まあ、どちらかというと、まあ、東京工業大学とか、まあ、あとは知っていても名古屋工業の方が多いのかなとは思うんですが、まあ、見逃せない大学かなというふうには思っていますし、まあ、九州近辺というか近郊の方だと、まあ、かなりね、まあ、狙っていきたい大学の一つになるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、もちろんね、行けることであれば九州大学とかね、まあ、狙いたいとは思うんですけれども、まあ、就職実績なんかを見ると、かなりね、まあ、強い部分もありますので、まあ、狙い目って言い方は変ですけどね、まあ、これから人気もね、引き続き高い大学になってくるんじゃないかというふうに思います。まあ、一方でやっぱりね、総合大学とかってこういうランキングの指標だと、まあ、少し不利になりつつあるのかなって思います。やっぱり総合大学だといろんなね、まあ学生の方がいるので、まあ、ちょっと研究をしっかりと突き詰めていく方だったりとか、あとはまあ公務員になる方も比較的多かったりすると思いますし、まあ、そういったね観点で見ると、まあ、とにかくいわゆるこう大企業に就職をしまくっている大学がまあ比較的有利になりやすいので、もちろんその中でね、まあ、慶応とか早稲田とかが上位にいるのはもちろんすごいことではあるんですけれども、まあ、ただ指標としてはね、多分理系短科大とかがよりね指標として有利な部分はどんどん増えていくのかなというふうには思っております。ただ、まあ、実際ね皆さんが行きたい大学をこう選んでいく中で、やっぱりね民間就職をこう第一に考えていて、でかつ、まあ、理系かなっていう方の場合はもちろんねやりたい学部学科で選んでほしいんですけれども、まあ、こういったね就職力のある大学をまあ、ちょっとねこう、まあ、そこで決め打ちするんじゃなくて、そこを1個の、ね、ヒントにして大学を調べたりとか、まあ、候補として挙げてもらえるといろいろとね支援が広がってきたりとか、まあ、受験校選びの参考になる部分は大きいかなっていうふうに思います。まあ、繰り返しますけど、別にねランキングが高いから絶対にいい大学だとかね、例えば絶対に、例えば適当に言いますけど、5位の大学は10位の大学よりも絶対にいい大学だとは断言できません。ただ例えばイメージですけれども、5位に入っている大学や10位に入っている大学というのは、まあ、全800大学約、ね、ある中で、まあ、その中の5位とか10位ですから、まず限りなくその就職力に関しては上位の大学であることは間違いないわけですよね。少なくとも、まあ、本当上位、まあ、10% どころじゃなくて上位 5% ぐらいのところには入ってくる力のある大学だってことは間違いないので、まあ、そういった観点で大学のことを一つね、まあ、評価してあげるってこともできるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね理系の方であれば就職以外にも研究したいとかいろんな考え方はありますから、別にねこの有名企業への就職力だけで大学をね決めてくださいとか志望するところを決めましょうという話は一切をしていません。はい、そこはね注意をしてください。なのでご自身でいろいろ調べていただく中で、まあ、1個のね目安としてこの指標をぜひね使ってみてほしいなというふうに思いますし、まあ、これからもね当塾のこのチャンネルとか、もしくはねメインチャンネルにおいてはこういったところをしっかりとね発信をしていきたいと思っております。はい、というわけでね今回の話は以上となります。まあ、ぜひね皆さんも気になる大学とかがあればこのランキングで調べてみてください。まあ、大学通信さん毎回ね集計ありがとうございます。というわけで、今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。